ハローマン、ヒカリです。今回はこちらですね。はい、ちょっとウォークマンなんですよ。アルファシリーズのやつで、ハードフェイジャンクで買って使えてたんだけど、ある日から充電ケーブルを挿すとピカッと一回光って、なんかウォークマンみたいなのが出て、そっから何も操作受け付けなくなりました。ということで今回はちょっとね、この修理方法とかなんか型番で調べたんだけど載ってないんだ、あんまりって、ほとんどてか全く。なのでちょっと今裏を開けてみました。はい、そしたらちょっとやっぱ汚れが目立つかなみたいなとこはあるんで、ホコリ的な、うん、なのでちょっとねこれを、うん、今から、俺流に直していきたいと思います。何も説明書読まずに壊さない程度にちょっとやります。使うのは無水エタノールと綿棒。綿棒の先に無水エタノールをつけました。はい、何するか、はい、バカがやるようなやりそうなことをやります。はい、ピント合ってるかな、まあいいか。ここに、ここを磨くだけ。ライドン、トライドロン。ここを磨きます。よくわかんないけどね。この辺フィルム貼ってっか意味ねえな。で、ここ、この奥とか。お、なんか紫色のインクがついた。いや、なんか目印用のインクだ。まあね、結構ホコリとかついてるとね、これだけで治る場合も、まああるっちゃあるじゃん。この奥をちょっと一回やりたいね。どうすっかな、直接ぶっかけてもね、別に壊れはしないんだけど、一回この上でシューッつって、ちょっと垂らしちゃおうか。そう、無水エタノールとかね、接点復活剤はね、水じゃないから、なんか壊れないよね。まあ、水でもね、俺的になんだけど、結構壊れないと思うよ、機械は。まあ、壊れたらもうね、しょうがない。だってこれもう壊れてんだから、元から。うん、こんな感じです。はい、あ、ごめん、カメラに全く映ってないところで作業してた。今ね、バッテリーのとこなんだけど、バッテリーの外し方がわからないんだよね。乗ってないからどこにも。自分でやっちゃうとさ、なんかパキとかなんか折ったりしても嫌じゃん。そう、このね、接点、ここに一回ね、ここで吹き込んでやろう。無水エタノールを。うん、オッケー。これで使えるようになるか検証していきたいと思います。はい、ではね、部屋を変えてコンセントっていうか、このね、ウォークマン専用の充電器に充電していきたいと思います。接続、あ、どう接続するのこれ、こうかな、逆かな、接続、ほら一瞬光るだけなんだよこれ、いつも。ただこの後どうなるかだよね。パソコンが今ね、別に認識、これパソコンに繋がってるんだけど特に認識してないね。うん、デデッと音しないじゃん。なんか繋がりましたよって音がないね。ちょっと待って、もう一回抜いてみるね。あ、パソコンは認識したけど、うん、すぐ切れてるの。まあちょっとこれで置いておいてみます。はい、こっちはね今、ずっと充電してたんだけど、うんともすんとも言わないので、状況は変わらずでしたね。はい、ピカッと一回光って終わりです。で、これなんですけど、音量ボタンとなんかこれ辺のボタンのなんか微妙な感じだったんだよ。これが微妙な、なんか押した感じがなくて、うん、で音量があんまり、ね、調節できなかったんだよ、こっちか。うん、だったんだけど、今ちょっと分解してなんかやったら、これ全部使えて音量も直りました。ただこれを剥がしたりして、なんかホコリとか取ったりしたから、ちょっと浮いてるんですよね、軽く。なんかのりでくっついてるみたいで、これそう、それのりを取るしかなかったので、はい、でもまあ見た目も大丈夫で使えるんで、まあ、売るにすると使えるけどジャンク扱いになるレベルだから、これ売らずに使おうかなと思います。これ8ギガ何ギガだろう、16ギガぐらいあるのかな、あんだけど、もう音楽も入れてあるし、これは普通に使えるようになりました。はい、ということでね、これを、ウォークマンを修理するのに必要なのはこれですね。開けづらいからバッテリー交換とか自分でできそうだよ、これ。このメガネ用の100均とかで売ってるめっちゃ細いドライバーと、あとはもう一個マイナスドライバーの細いやつがあると便利ですね。以上です。よかったら皆さんもね、バッテリー交換特に挑戦してみると面白いかな。あとハードオフで運良ければ500円とか800円とかでこういうこれとかこれとか、うん、ジャンクであったりするから、まあ500円ぐらいだったらさ、800円ぐらいだったらさ、壊してもいいやと思って分解して、最後はさ、同じ型を持ってたりすればさ、何、パーツ取りっていうかバッテリー取りに使えたりもするし、うん、なんで結構楽しいですよ。今俺すごい楽しかった。1時間ぐらいこれで遊んでました。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。 Please subscribe.